スティッチ、なんだか目の離せない生き物だね。さあ皆さん、こんにちは、ノットでございます。ということで今回もツイステッドワンダーランドをやっていきたいと思います。ロストインザブックウィズスティッチ、真夏の海と宇宙船ということで、続きやっていきましょう。まあ後編じゃなくて中編かな、中編のエピソードが追加されたのでやっていきます。エピソード3の1、充実アイランド、いきましょうか。なんかスティッチが現れたりとか、スティッチをこう捕獲しようとするなんかサメ野郎が現れたりとか、なんかいろいろとねありましたよと。3の1の1ってなんだこれなんかそんな小分けすんの。周辺はみんなもよく眠れたかということでやってきます。みんなもよく眠れたか。で、スティッチがね、いろいろ作ってくれたんよね。硬い鉄板みたいなやつから、なんか毛布じゃないや、ブランケットやら何やら、なんかもう、絶対それじゃ作れないだろうっていうものを作ってくれたっていう。まあ、手先が器用とかもそういうレベルじゃないよね。無人島洞窟。洞窟があるから、うんたらかんだら、言うてね、一夜明かしたんだよ。うん、すがすがしい朝じゃ。小鳥のさえずりで目覚めるとはなんとも贅沢よの。うん。体中一定みたいな。みんなもよく眠れたか？眠れるわけないだろう。なんと全員ひどい熊じゃ。もしやみんな枕が変わると眠れないタイプか？問題はそこじゃねえよ。では眠れなかった理由は何じゃ？蚊だよ、蚊。そう、一晩中俺らの周りをブーンブーンって飛び回って、うーわー、しんど。蚊はもう、あれなんだね。もう、バンコク共通というか、鬱陶しいよな。うるさいし、何より全身刺されまくって蚊ゆい。あんな状況で眠れるわけねえわ。足がかゆい。腕がかゆい。腕が痒かったら足も痒いよね。俺はデコをやられた。こんな目立つところを刺されちまうとは情けねえ。俺様は背中が痒い。足が届かねえんだぞ。誰か書いてくれ。おお、スティッチはいい。おめえの爪怖えんだぞ。昨日アザラシちゃんがでっけえ虫がどうのこうの言ってたけど、この蚊ってやつの方が超厄介。こんなにあちこち刺されまくったの初めてなんだけど、変えすぎてやべえ。眠りながらでは魔法障壁を張ることもできませんし、かゆみ止めの魔法薬が今すぐ欲しい。なんじゃ揃いも揃って虫程度で大げさじゃの。リリア先輩はどうして平気なんだろう。妖精族は蚊に刺されないのですか。いや、しこたま刺されておる。しかもとんでもなくかゆい。それでも気合があれば眠れるはずじゃ。今までくぐってきた修羅場が違うから。かゆさ程度どうってことねえみたいな。気合入れながら寝るなんて無理っすよ。こんな寝不足が続いちゃ、そのうち活動できなくなるぜ。そうですね。しかも。なんだ。うーわ、ガントゥのロボットなんだぞ。スティッチを捕獲しようと探し回ってるっぽいけど。あれを破壊して宇宙船の修理に使うんだったよね。そうじゃ、どれ、みんなで朝の体操と行こうか。やっとやろうね、やってやろうやねかい。さあ、ストーリークリア。まあ、楽勝よね。さあ3の1の2、現実的な話をしてください。現実的な話をしてください。無人島洞窟、うふふ、ストレッチにもならなかったの。確かに歯ごたえなくてがっかり。でもさ、そりゃそうだよね。ここに来てから何も食ってねえんじゃねえの。うんた、俺様腹減ったんだぞ。
俺も昨日から何も食べてないし、そのうち腹減りすぎて動けなくなりそう。スティッチも食い物を作るのはさすがに無理っぽいし、島を探索して食料を見つけねえと。ブーム。スティッチの宇宙船を直すべくパーツ集めに専念しようかと思うたが、寝床というとといい、食料といい、まずはここで生活するための環境を整えねばならんようじゃの。マジでそれ、今晩は絶対洞窟よりも居心地のいい場所で寝たい。それにうんまい飯も食いたいんだべ。ツナ缶山盛りとか。あと、キャンプファイヤーもしないとね。お願いですから、現実的な話をしてください。グリムとフロイドは置いておいて。方針としては、リリア先輩の言う通りにすべきだと思う。まずは拠点と食料の確保っすね。では、目的に合わせ、二手に分かれて行動するとしよう。オッケー。あれこれ話し合うのもめんどくせえし、サクッとくじで決めようぜ。小エビちゃんとアザラシちゃんは二人で一人として、スティッチも入れて八人分だから。はい、できた。んじゃあ、それぞれ好きなの選んで。なるほど。四人一組で行くのね。よし、選び終わったんだぞ。では、半分けの発表者。うふ、ワクワクするの。俺、寝床を探すチームだわ、よろしく。ウロイドと一緒か。奴がトラブルを起こさないか、目を離さないようにしよう。リロイド先輩がいてくれてよかったっす。昨日はいつもより眠れなくて、全然疲れが取れた気がしねえ。これ以上生活のサイクルを崩したら体調にも支障が出る。今晩は絶対にいい寝床を見つけましょう。ジャックはね、めっちゃ早いんだよね。規則正しい生活送ってんよ。何時に寝るんだっけ ?9 時とか10時とかに。なんかもう、睡眠するみたいな。ジャックの言う通りだね。睡眠不足を解消して、規則正しい生活を送らなくては。二人とも南の島でくらい、雨を外せばいいのに。せっかくだし、面白い一日になるように俺が手伝ってあげる。楽しみしてて。俺様、寝床にこだわりはないけど、あの勝手やつはもうゴリゴリなんだぞ。今日はゆっくり休めるところを見つけねえと、俺様が指導してやるからみんなしっかり頑張れよ。よろしくお願いします。ふむふむ、ではこちらが食料集めチームじゃな。よろしく。よろしく。スティッチやる気じゃん。暴れてる時は近寄りたくなかったけど、味方ってわかると頼もしいかも。うまい飯見つけて、今日はごちそうにしようぜ。よろしくな。食料集めは重大な任務。全員気を抜かないようにお願いします。うぶ、もちろんじゃみんなで励もうではないか。ただし、いつまたあのロボットが襲ってくるとも知れぬ。全員用心せい。大丈夫、全部帰り討ちにしてやっから。退屈しねえし、宇宙船の部品集めも進むし、いいことばっかじゃん。ほんじゃ、出発。やろうじゃねえの。だからなんか、こまごまに分かれてたのか。3のなんとかなんとかなんとかとか。ストーリークリア。おお。エピソードクリア。一目で分かった。わしらは絶対に気が合うとな。そんな小分けすんの？すごいね。3の2だ。こっから食料班ってことが、南のジャングル。みんな文句多いな。みんな文句多いな。無人島ジャングル。よし、それじゃあ、昨晩よりもいい野営地を探しに行こう。野営地っつっても、せいぜい別の洞窟とか木陰とかでしょ。だったらさ、気に入る家を自分たちで建てた方がよくね。家を建てる。そりゃ洞窟なんかよりちゃんとした家の方がいいけど、家の建て方なんかわかんのか？そこら辺の木を適当に組み合わせればなんとかなりそうじゃん。知らねえけど。丸太を柱にしていろいろ建てかけておけば、家っぽくなるでしょ。崩れるか崩れない子は一か八かの賭けだけど、
それでいいよね。積み木じゃあるまいし、いいわけないだろう。そんなすぐに崩れそうな家で寝るくらいなら、蚊に刺されて寝不足になる方がまだマシだ。確かにそうだ。蚊の方が嫌だ。え、どっち取る？そりゃ死ぬよね。丸太なんて、食ってきたら死ぬかな。俺様は丸太の下敷きになるのも蚊に刺されるのもどっちも嫌なんだぞ。みんな文句多いな。うんじゃどうすんの？もっといい案なら教えてよ。蚊に刺されないちゃんとした設備で、なおかつ僕らでも建てられるもの。そうだ。確かにフロイドの言うことにも一理あるかもしれないね。丸太の下敷きになるんすか？まさかそうじゃなく、丸太を使うというところだよ。フロイドの言う通り丸太になる木ならそこら中にある。だったら、ログハウスを作ればいい。あれなら柱を立てる必要はない。ログハウスは横向きに丸太を積み重ねて壁を作るんだ。縦に置くより横向きに置いた方が崩れにくいだろう。無論それでも容易ではないだろうが、他の建物より構造は簡単だし、僕らのような素人でも魔法を使えばなんとかなるかもしれない。ログハウス、そういえば俺も故郷で見たことがあるような。でもそんな風に作られてるなんて知らなかったっす。リドル先輩はよく知ってましたね。なんかさ、キャンプ場とかにそのテント張るのとは別に、なんか家が建てられてるけど、そういう、あれ系かな？なんか確かになんかそういう積み方してるよね。なんか、横向きっていうか。なんか俺のちっちゃい頃の記憶をひねり出してんだけど、なんかそんな記憶がなんか蘇ってきてる。もうすぐサマーキャンプに行くからね。ログハウスに泊まると聞いて、作りが気になって少し調べたのさ。金魚ちゃん偉いじゃん。なんだい、君に褒められても嬉しくないよ。いやいや、ほんと、俺、陸の家にそんな種類があるなんて知らなかったし、さすが金魚ちゃん。珍しく素直だね。これぐらいハートの女王の精神に基づいた、ハーツラビルの領長として当然のことさ。すげえ嬉しそうだな。ハートの女王とログハウス、全然関係ないんだぞ。そっかそっか、よかったね。ま、家の構造なんか知らなくても、資材さえあれば、シチッチがどうとでもしてくれると思うけど、俺らが見よう見まねで丸太を組み合わせるより、ちゃんとした家作ってくれるでしょう。ドヤ顔受けるわ。だったらなんで適当にやるなんて言ったんだい。確かに、シチッチの能力のことをすっかり頭から抜け落ちてたぜ。あの野郎は最初からちゃんとそこまで考えて言ってたんだな。一か八かだなんて大嘘じゃねえか。俺らのことをおちょくってやがる。リドル先輩、そんなにキレたらあいつの思うツボっすよ。ウキ、ギギギギギギギ。よし、そんじゃあ資材集め始めよっか。普通にやっても楽しくねえし、誰が一番丸太を集められるか競争しよう。負けた奴らは全員罰ゲームってことで。罰ゲームはちょっと、競争はちょっと。ダメ、小エビちゃんは強制参加。はい、スタート。なんで俺は強制なんやねん。魔法も使えないのに。あ、フロイド待つんだ。やべ。ノリノリで木を切り始めた。俺らも急いで材料を集めないと。To be continued。そりゃそうだ、スティッチに頼めばいいんだ。丸太も集めることになってんのか。勝負って言うからには、さあ3-2-2、勝負って言うからにはジャングル。ちゃんとあれなんだね、物資とかも本当に本物なんだよね。まあ、蚊がいる時点で本物か。うな、俺様もう疲れた。魔法で木を切って浮かべて運んで、また切って運んで、思ったよりずっと大変なんだぞ。腹も減るしな。腹も減ったし、そうだ。俺様は食材集めチームの様子見てくる、にゃはは。待って、グリム。抜けがけだ。
あ、アザラシちゃんと小エビちゃんが逃げた。バルタ集めはあの二人がビリ確定だな。そもそも勝負なんてするつもりはないよ。子供じゃあるまいし。こんなのでムキになるのは君ぐらいなものだ。そう思うだろう、ジャック。え？ジャック？え、ああ、すんません。勝負って言うからには負けるわけにはいかねえと思って。ウニちゃんすごくね。すげえたくさん丸太運んできてる。俺より多いかも。確かにすごいけれど、ジャック、そんなに働いて魔力は大丈夫かい？木を切るだけでも相当疲れるのに、運搬まで含めるととても大変だろう。無理は禁物だよ。魔力？いや、丸太は担いで自力で運んでます。こんな感じで。ふん！ズシーン！まさかの体力。魔力ではなく筋肉に物を言わせると。ウニちゃんかっけえ。筋肉もりもりじゃん。これぐらい余裕って感じ？んじゃあ俺の分も頼むわ。ずし。勝手にてめえの分の丸太乗せるな。肩に乗せた資料を、資材のバランスが崩れる。ああ、俺なんもしてねえけど。え、じゃあ急に重たくなったのは。あ、スティッチだ。スティッチ。うわし、資材の上で飛び跳ねるなよ。なーに、遊びに来たの？それともなんか面白いもんでも見つけた？楽しそうだな、おい。BB。あれはガントゥのロボット。もしかしてあれから逃げてきたのかい？チッチッチ、金魚ちゃんもウニちゃんも分かってないね。大丈夫、大丈夫。俺ちゃんと分かってるよ、スティッチ。あれ壊して遊ぼうってことだよな。あはは、おもぞんも楽しもうぜ。さあ、ストーリークリア。まあ、でもガントのロボットはロボットが可愛いんだよね。ちっちゃいサメみたいな感じで。なんだこれ。南のジャングルのバトルレベル2をクリア。丸太を40個集めないといけないと。丸太40個ってなんやねん。あ、これか。このバトルをして丸太集めろってことか。なるほど。さあ、ということで、集めましたね、丸太40本。さあ、今何か砂浜で光ったよ。なんか今回のイベントはあれだね、授業で貝殻集めて、その貝殻使ってバトルで丸太とパーツ集めてて、なんかいろいろとあるな。パーツ集めてるってことはパーツ集めないといけないやつもあるってことよね。無人島ジャングル。ロボットがあっという間に解体されてしまった。あたり一面パーツだらけだ。この部品宇宙船の修理に使うんですよね。丸太だけじゃなくてパーツも運ばなきゃなんねえな。そうだな、問題はどこに集めるかだけど。おお。拠点になりそうないいところを見つけた。案内してよ、スティッチ。無人島海岸。おお。ここに家が建つのか。俺たちの家が。ここが、俺たちが昨日目覚めた砂浜より、岩が多いな。でも緑もあって落ち着く場所だ。ジャングルと海の間にあってどちらにも行き来しやすい拠点にするにはちょうどいいんじゃないかい？海岸か。まあいいんじゃね。ただ家を作るならちょっと高台がいいな。満潮とか高い波とかあるかもじゃん。珍しくまともなアドバイスだね。わかった。じゃあ、あの岩の上に行ってみよっか。今何か砂浜で光ったよ。どこ？なんだ、ただの貝殻じゃん。ただのって言うけど、ここまで大きな貝殻は初めて見るぜ。あ、ここにもあそこにもあちこちに打ち寄せられてる。こんなに綺麗な貝殻初めて見たな。そうだね、オレンジ、赤、紫、緑、ピンクに白、カラフルで、餌付けされた陶器みたいだ。
二人ともなんで貝殻拾ってニコニコしてんの？それ、貝の死骸だよ。おい、確かにそうかもしれねえけど、その言い方やめろ。なあ、でも、この大きな貝は小皿に使えるかもしんないな。死骸に食い物乗せるのはちょっと嫌だけど。まあ、洗えばいっか。だからいちいちそんなこと言うなって。お皿以外にも何か役に立つかもしれないし、資材集めの一環として少し貝殻を拾っておこうか。うん。一口に貝殻といってもいろいろな大きさや形があるね。あ、これ見てください。でかくて形も綺麗っすよ。図鑑で見たことがある貝だ。白とオレンジが混ざっていて、すごいよ。本物だ。それにしても、どうしてこんなに綺麗な色をしているんだろう。この赤い貝殻なんて、ドレンチェリーみたいに光っている。ほら見てごらんよ。視線の中にあったら、目立って外敵に狙われるんじゃないだろうか。海の中じゃ色の見分け方が陸とは違うんだよ。こんなに目立って見えるのは陸だけ。特に赤色なんかは、俺らのいた深海じゃ黒っぽく見えて、ほとんど岩と区別がつかなかったな。ああ、そっか。水は光の波長を吸収し拡散するから、僕としたことが失念していたよ。金魚ちゃんでも習ったことを忘れちゃうことあるんだ。なんか新鮮。仕方がないだろう。海については君たち人魚ほど詳しくないからね。おや、この小さな白い貝殻も渦巻きが綺麗だ。あ、これもそっちの貝も。うわぁ。で、手のひらがくすぐったい。一体なんだ？リドル先輩の手から落ちた貝が動いてる。あは、ヤドカリじゃん。金魚ちゃんってば、そんな区別もつかねえの？スティッチが拾った貝も動いてるぜ。おじゃあ、それも資材にもならねえな。心配すんな。二人の分まで俺がたくさん拾ってっから。って、俺の拾った貝殻も動いてる。僕らが拾った綺麗な貝は、ほとんどヤドカリだったってことかい？あはー、みんな全然ダメじゃん。つか、皿に吸うって言ってるのに、どうして巻き貝の貝ばっか拾うわけ？二枚貝の殻でしょ、普通。か、貝っぽくて、つい、楽しくて。はい、やり直し。次は綺麗な巻き貝ばっかじゃなく、役に立つ平べったい貝を拾って。あ、はーい。うがいねえ。やっぱ海のことじゃ人魚にはかなわねえな。家作りの時に魔法で挽回するとしよう。はははは。To be continue。 ん？これで終わり？あ、今度はあれか、材料班か。材料班か。材料班は材料班でみたいな感じだよな、いじ。まあ一回やってみよっか。材料班も、これバトルあるからこれ集めないといけねえじゃん。ビーチに繰り出すぞ。無人島ジャングル。グループごとに分かれたところで、早速、ビーチに繰り出すぞ。リリアさん、遊ぶのは後にしてください。食料調達が最優先です。でも、食料集めつっても、まずどっから手をつけりゃいいかわかんないっすよね。まずはじめにやることは決まっておる。飲み水の確保じゃ。水さえあれば、たとえ食料が手に入らずとも、数日はしのげるからな。ああ、確かに。陸上で生活するとなると、水分は必要不可欠ですね。水が必要なんて言われてみりゃ当たり前のことなのに、気づかなかったっす。あ、じゃあさっきリア先輩がビーチに繰り出すって言ったのも、水を汲みに行くため？いや、違う。どんなに喉が渇いても、海水は決して口にしてはいかん。かえって喉が渇いてしまうからな。海水だからね。じゃあなんでさっき海に行くって言ったんですか？遊びたかったからじゃ。この人やべえ。自分が遭難してる自覚あります？海水を受け付けないとは人間の体というのは不便なことが多いですね。そう暗い顔するな。幸い、
昨日上空から島を見渡した時に滝が見えたんじゃ。わしが案内する。あそこで水を汲むとしよう。さすがに食うのはあれだとしても飲まないのはやばいよね。綺麗な滝だな、これ。大丈夫かな、飲んでもね。いやー涼しい。食料集めチームになって正解だったかも。ふふふ、綺麗な水じゃの。滝壺の底が見えるぐらいに澄んでおる。よし、水分補給としよう。ごくごくごく。ごくごくごく。ふはー、すっげー冷たい。生き返るー。本当に水をこんなにも美味しく感じたのは初めてかもしれません。このまろやかな口当たり、どうやら軟水のようですね。え、飲んだだけで水の違いがわかんの？すっご。ええ、舌には少々自信がありますので。おふ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 。わしもこんなにうまい水は久々に飲む。これぞ自然の恵みというやつじゃな。そのまま飲んでも問題ないようじゃが、最近は腹が繊細な若者も多いと聞く。大量に飲むことを考えて、念のため、二風するとしよっか。まあ、沸騰させて、みたいな。除菌ね。お、鍋だ。これを使って沸騰させろってこと。結構でかいし、水を運ぶのにも使えるじゃん。エース、アズール、この場はお主らに任せても大丈夫かの？構いませんが、エリアさんはどちらに？食べ物を調達に行く。育ち盛りの子供たちに空腹を強いてはかわいそうじゃからな。美味しいものをたっぷり集めなければ。行くぞ、スティッチ。でもあれだね、やっぱ年齢明かしたことによってさ、あなたも私たちと変わらないでしょう、みたいな。いうなんかセリフはなくなったよな。あの二人が一緒なら相手がロボットでも猛獣でも怖いものなしって感じっすね。To be continued。 もうなんなんこのたまにあるこのバケモンは。今のもろうと、今のもろうとは無人島滝ウォーターフォール。はあ、魔法で水を沸騰させるのも楽じゃない。アゾン先輩、このぐらいでよくないですか。人数を考えるとまだ足りませんね。最低でもこの鍋にあと3杯分ぐらいは必要です。まだ用意するの？滝壺の場所は分かったんだし、あとは各自取りに行かせません？ねえねえ、アズール先輩、こんなに働いたし、ちょっとくらい休んでもいいんじゃないですかね。せっかく滝のそばでこんなに涼しいんだし、きっと他の奴らも今頃休憩してるって、ね。誘惑しても無駄ですよ。僕が今やれることを後回しにするようなタイプに見えますか？チェ、やっぱアズル先輩には通じないか。しゃーない。面倒な先はパパッと片付けて。ガサガサ。今の物音は？おぉ。スティッチじゃん。なんかでかいカゴ持ってるけど。中に入ってるのってもしかして、フルーツだ。バナナにココナッツにパイナップルにマンゴー。いい香りだ。どれも食べ頃ですね。クフフ、他にもいろいろ取ってきたぞ。リディア先輩、こんなにたくさんのフルーツ、どこで見つけてきたんすか？クフフ、知識と経験と、長年の勘。まあ、年の功というものじゃ。すぐにこの鮮度抜群のフルーツを切り分けてやるから待っておれ。やったー。うまいフルーツ食べたらもうちょっと頑張れるかも。やれやれ、休憩ですか。結局エースさんの望み通りになってしまった。とか言って、アズル先輩もさっきからフルーツに目が釘付けじゃないですか。待たせたら準備ができたぞ。みんなで仲良く分けて食べよう。モグ。このマンゴーすっげー甘い。口の中でとろける。この濃厚な味わい。
野生のものとは思えない。店で買ったら一番窓はくだらないですよ。良い食べっぷりじゃのう。よし、次はパイナップルをさばこう。その間にバナナを食しておれ。あ、ヤシの実のジュースもどうじゃ。木製のストローも用意してあるぞ。至れり尽くせりでもう最高。自然に詳しいリリア先輩と同じチームでよかった。いいは。うんうん、ターンと飲んでターンと食え。若者はそうでなくてはな。ジュースで口の中がリセットされたところで、お次はこれじゃ。何それ、なんすかその果物、初めて見ました。なんか黄色に光って見えるんですけど。珍しいじゃろ。わしも昔南国を食べしていた時に一度目にしただけなんじゃ。栄養価の高い果物での地元の者たちはとてもありがたがって食べていたぞ。そんな貴重な果物を食べられるとは嬉しい限りです。ではいただきます。おぐうふ。アゼル先輩。おえアゼル先輩、アゼル先輩、アゼル先輩が果物を食った途端倒れて悶絶してる。まずいのか。こら、吐き出しちゃならん。たくさん食べないと大きくなれんぞ。飲み込め飲み込め。育ち盛りは好き嫌いせずによく噛んでよく食べねばならん。この果物は需要競争にいいんじゃぞ。口に入れた瞬間、衝撃的な刺激臭と強烈な渋みが広がるらしいが、豊富な栄養には変えられん。そうなんですね。なるほど、これがスティッチ逃げてきたってことか。ちなみにリア先輩はその果物を食べたことあるんですか？ない、勧められたが、貴重なものと言っていたゆえ、慎んで辞退した。ああ、なるほどね。そうなんだ。水の違いがわかるほど舌が繊細なアズル先輩に何つーもんを。過酷な無人島生活がいつまで続くかもわからん。エース、お主もこれを食え。俺はちょっと今腹の調子が悪いかも。なんて。あ、ガントゥーのロボット。リリア先輩、ロボットですよ。今すぐ戦いましょう。さあ、ストーリークリア。あ、ここではヤシの実か。光り輝くものじゃねえんだ。光り輝くものの食べ物食べて、おえってなるのちょっとやめてほしいよね。リバースした時のなんか修正みたいな感じになってんじゃん。キラ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 みたいな。さあ、ということでバトルクリア。これでヤシの実40個集めたんでいきましょう。一網打尽だかんな。なや俺、一網打尽だかんな。無人と滝壺。わしあの大勝利。ところで何の話をしてたんじゃったかの。何でしたかね。お前は覚えてるか、スティッチ。って言いない、あいつ逃げたな。アズール先輩はまだ地面でのさ打ち回ってるし。さっきの話は、おーい。この声は、食料は集まったか？俺様もう腹ペコなんだぞ。同じく腹ペコです。グリムを追いかけてきました。ペコちゃんです。監督生グリム、助かった。助かった？ああ、果物、お前らだけ食ってたのか？ずるいんだぞ。お、グリムを食うか？今な、非常に珍しい果物を。ああ、待ってください、リリア先輩。俺、さっきバナナを食ったおかげで、めちゃくちゃ元気になってきました。あれ、どこで取ってきたんですか？もっと食べたいな。ん？バナナか？確かにバナナも栄養豊富な食べ物じゃの。俺もバナナ好きなんだよね。超バナナ好きなんだよね。しかし、栄養ならこの珍しい果物の方がもっと。いやいやいや、バナナが食べたいっす。
超うまかったし、超やる気が出たんで。バナナもいいけど、俺様はその珍しい果物っていうのも食べてみたいんだぞ。このバカ、俺様の気遣い、じゃあ俺様じゃ、俺の気遣いを察しろ。これでリリア先輩が息づいて、他の人にも振る舞ったら、俺ら一網打尽だかんな。バナナが食べたい。行くか。修羅の道。おい、悪いことは言わないからやめとけ。ここはひとまず俺の言うことを聞いとけってな。リリア先輩、監督戦もバナナが食べたいそうです。ふむ、そこまで熱烈なリクエストされては、交代ぬわけにはいかぬの。バナナじゃな、どれ、今度は一緒に取りに行くか。果物のうまい見つけ方を教えてやろう。はい、ありがとうございます。助かった。やれやれ、どうなることかと思った。これでリリア先輩以外、全滅ってパターンはパターンは、免れたな。じゃあリリア先輩を追いかけますか。あの人、ヤブの中をどうやってあんなにスイスイ進んでるんだろう。アズール先輩、立てます。どうしたんだ、アズール。チッチのうなり声みたいな声が出てるんだぞ。さすがに同情するわ。不本意かもしれないですけど、アズール先輩はしばらくここで休憩しててください。To be continued。ストーリークリア。お、またエピソードが分かれてる。ジャックが鍛錬に丸太を担いでおった。うん、良いぞ。さあ、エピソード3の3はね、ま、次回に、したいなと思いますけど、なんだこの赤いところは。なんなんだろう、ちょっと気になるね。ステージがマジ気になるわ。なんだこの赤いの。花畑とかそんな感じか？いや、わかんないね。まあ、それはね、次回見ていきたいなというふうに思います。はい。ということで、今回はここまでにしたいなというふうに思います。チャンネル登録と高評価お願いします。それじゃ。